じゃん。じゃかじゃかじゃかじゃん。ボリューム小さくね。じゃん。じゃかじゃかじゃかじゃん。ブー。108だね、担当。じゃかじゃん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 。いつまでやるの？するしない？ということで。2020年来たぞー。イエーイ。私オリンピックあるね。あるね。入り口それ。オリンピック楽しみじゃないの？やっぱ2020年だからね。オリンピック、ね、全部外れた。東京よ東京。あ、申し込んだの？一応ね。何も飾らなかった。そうなんだ。あけおめ言わない。あ。言わない逆に。じゃあみんな正座して。正座無理です。正座無理です。新年明けましておめでとうございます。というわけで、はい、最後に言えば今年もよろしくはね。そうね、そうね、それでいいんじゃない？挟んだ方がいいね。始まりました、2020年、うん、ふわふわ始まりました、ふわふわと、はい、正月、すごいよね。え、待って、今年のさ、1月ってもう結構仕事みんなパンパンなの？意外と意外とあるね。僕ね、2月の2週目までお休みがないです。変態なスケジュール組みよって。いや、あいちゃんに言われたくない。あの、ね、僕が変態だったら、あなたはド変態。でもなんかみんな忙しいよね。まあね、師走、師も走るって書くからね。いやでもそれしないのおかげ。全然知ってる。それしないのおかげよ。これ本当ね、仕事が舞い込んできて。知らん、知らん。1月から、それしないメンバーはお仕事させていただきます。はい、お忙しさまでね、本当にありがたいことですね。じゃあ今年の目標を立てていこうと思います、はい、あで、はい、今年もね、そう今年もちょっと達成できるやつにする。私せやな、アンザンだけだったもんな、去年な、うんうん、私のでもすごいアンザンだったわ。よかった、ありがとう。あ、よかった、ナイスアンザン。今年もナイスアンザン。今年も年賀状を書きたいと思います。初めて、初めて、僕初めて。というわけで、はい、おペンペンを用意して。おペンペン、おペンペン。さあ、では今年も年賀状を書いていきたいと思いまーす。はい、質問、はい、何書けばいい？それなんですけれども、うん、今年はおのおの好きなことを書いて構いません。やった。去年は目標書いたんだけど、目標は後で一つずつ発表ということで、え、あの、すき焼きとかでいい？ちなみに、はい、ネズミは絶対書いてください。え、だってネズミ、え、絵を描くの？絵じゃなくてもいいよ、別に掘って書いてネズミでもいいし、うん、ネズミの何か今年の干支の字だか絵だか何かしらは入れて、今年感は出してほしい。 あの、まあ、大きな声で絵は嫌だ。絵じゃなくて絵うまいやつが言うぜ。ダメだ、やっぱネズミ描こうとすると化け物になるからやめる。筆ペンにしよう。年賀状書きました。はい、はい、じゃあ私から、じゃん、はい、かわいい。ネズミ年ということでネズミ描いて、すごいよね、オリンピック出かけばよかったな。こんな2020書けないもん。うまい、書けない、なんか漢字がないところが愛子っぽいよね。年と1年は、あ、名前漢字で書いてる。名前漢字で書いてる。はい、こちらネズミだし。アイコン難しいもんね。そうそう。誰かに当たりますように。ウェーイ。じゃあ、はい、はい、はい。そうだよね、最後に言うと。オチになりたくないから。はい、はい、はい、はい。普通。すごい、なんか字書いてある。あのね、うまい、うまい。だから前言ったじゃん、あの前、あの生放送で絵描いた時に、絵描くぐらいだったらうんこ食った方がマシだ。それぐらい絵は描けないんです、僕は。じゃあ食べて。うん、はい、はい、私、いつか先に、はい。僕も字だけです。僕もね、絵が苦手なんで。男の人って縦にこうやって描くよね。そうそう、描かれるね。まあ、ネズミ年ということで。まあ、でも、おっさんになったよね、僕らもね。そうだね。うん、っていうことで、うん、まあ、誰か当たりますように。はい。はい、ちゃんは？はい。こんな感じにしました。何書いたのこれ？え、目標。去年と一緒の目標にしようかと思ったけど。ちょっと読んで、一番上。1、去年より幸せになる。ルーちっちゃいってなる。なるって感じになってる。去年よりが大事だからね。なるほどね。はい、大事だね。そう。で、2番、選手としても先生としても麻雀頑張る。うんうんうん。3番、
あんだ。え、今年は自分の？妹。あ、妹。あ、もうすでに予定があるんですね。なるほど。こうやねんで、妹が安産できますように。なるほど。です。はい、というわけで、私もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちの、あ、はい、もう一個ね、そう、あの、4人で書いてあるんですよね、別に、はい、はい、こちら、じゃじゃん、4人で寄せした年賀状サイン入り、これ珍しいよね。ね、うんうん、年賀状でサインってすごいもんね。はい、確かに、うんうん、この4つを、はい、5つか、5つですね、この5つを、はい、で、これあの残念ながらみんな選びたいと思うんですけど選べないです。残念ながら、はい、あのランダム、残念じゃないよ、残念じゃない、ランダムでいけばいいじゃない、ランダム、だってさ、こう並べてさ、どっちにするって言われてさ、こう欲しいのはやっぱありますよね。いや、でもさ、ね、これはいいよね、あのなんだ、4人の、あのトレーディングカードって言ったとこ、はい、時のさ、やっぱこう通常カードとレアカードみたいなのあるじゃん、ね、そうそう、こっちにそんなことない、通常回です。そうだね、あの、こういう感じ。最近河野さんの推しの子めっちゃいるやん、ツイッターに、うん、あ、もうありがたい限りですけど、うん、年賀状なんで欲しいって言われて、うん、そっちに勝てる気しないもんね、やっぱね、先生の欲しいっていう人いるよ、いるよ。けどでもあの、俺ちょっと気遣って白紙で送ろうかな、再利用してくださいドブリアンだってなんかいろいろ道端で声かけられてるじゃん、欲しいって YouTuber の方ですから、見て撮影スタッフの、なんかどうでも行くだろうなっていう、まあ、誰かに当たるの、俺がカットすんだぞって顔してくからね。というわけでこれ抽選で適当に5名様に当たります。適当に応募してね、応募よろしくお願いします。ぜひ受け取ってください、はい、というわけで2020年も始まりました。今年も実り大きい1年になりますように、どうぞ今年もよろしくお願いします。お願いします。つなぎ一同より